はい、グループ B からフリースタイルバスケットボーラーの JJ さんです。どうぞ。イエーイ、 JJ です。皆さん久しぶり。久しぶり、エビケンさん。予選の時はね、超高速ドリブルみたいな。じゃあちょっとおさらいしてみましょう。こんな感じでした。どうぞ。はい、すごかったですね。で、足もパタパタパタって、カメラのフレームが30コマ1秒間にあるのに、それすら追いついてないっていう高速ドリブル披露してくれましたけど、で、今回は前回は椅子を使ったドリブルで見せたんですけど、今回はボール回し、もうバスケットボールのよく見るパフォーマンス、こういう指でボール回すやつの自己新記録を狙ったパフォーマンスを披露します。おお、自己新記録とは？これはね、見てからのお楽しみにしようかなと思うんですけど、とりあえずいろいろいっぱいボールを使うんですけれど、まあその中でも9個目のボールがどこでボールを回すのかっていうところもちょっと見てもらいたいなと思います。なるほどね。どんな記録でしょうかね。見てからのお楽しみですよ。でも今のところ使わないけど。使ってくださいよ。あれ回すのって、あれって誰でもこう尖ってるのに乗っけもできるもんなんですか？やってるパフォーマーであれば尖ってあるものに乗せるっていうのは簡単なんですけど、じゃあどうぞってやらせると、慣れてないと意図して自分でバランスを取ることがなかなか難しいと思う。すぐ落ちちゃうんですよね。もうこれで固定して僕が乗せてあげると結構回るんですよね。じゃあ動かさない方がいいんですね。固定されすぎても逆に落ちちゃうんですよ。がっつり固定されてるところでボール回そうとしても足全然動かないので、バルンバルン回ってポロって落ちちゃうので、この振動を吸収する柔らかさが必要なんですね。へえ、なるほどね、はい、遊びが必要ってことなんですね。勢いを吸収する柔らかさが。じゃあ建物の地震対策の構造と似たような感じですか？はい。わからない。じゃあ視聴者の皆さんに一言お願いします。はい、前回はドリブルのパフォーマンスで、そして今回はボール回し、そして決勝にはガチのフリースタイルのバスケットボールのパフォーマンスを用意しているので、ぜひパフォーマンス見て投票よろしくお願いします。Hey!
11個のボール回し、新記録おめでとうございます。予選の時の超高速ドリブルと打って変わってボール回しだけであれだけ見せるっていう、で、あの9個目頭の上でしたね。あれでも11個も順番にこうやって乗せていくんですけど、あれがずっと回り続けてるっていうのがまたすごいなと思います。あと何気に僕が好きだったのは最初のあの本の角で乗せてるところ、あれ何気にすごいですよね。でもあの沖縄の人ってゴーヤを生であのまま丸かじりで食べるんですね。はい、フリースタイルバスケットボーラーのジジイさんでした。